時間無制限にしてあるので、はい、このままじゃあ始めましょうか。というわけで私が私が、2P 側ですね、二刀流の龍子ですね。二刀流龍子、はい、僕が二刀流のさつきを使っております。というわけでね、はい、こんな感じ、こんな感じ、お、分かりやすい分かりやすい、とても分かりやすいですね、はい、二刀流になっておりますよ、はい、じゃあ攻撃してみてください。はい、というわけで龍子の方は、まあ、二刀流になったことで、まあ、ちょっと、はい、持ち前のスピードっていうのはちょっと落ちてはいるんですけど、その分威力のある攻撃力の高い攻撃可能になっております。まあ、基本的に二刀流になると、まあ一刀流の時というか、うん、通常版と性能がだいぶ変わっておりますので、なるほど、かなり新鮮な感じでプレイできるのかなという感じでございます。なるほどなるほど、はい、というわけで現在絶賛開発中のこちらキルラキルザゲームフ、そうですね、まあ、遠距離攻撃も技変わりますね。なるほど、さあそうですね、さつきの飛び道具遠距離攻撃も、うん、まあ、通常状態だとしっかり相手の方まで飛んでいくんですが、二刀流バージョンだと少しリーチは短くなってますね。その分攻撃的なキャラクターになっておりますよと。なるほど、じゃあ動かしていきますか。怖っ、行くぜ。どうですか操作は、慣れてきましたか。ちょっと覚える、ちょっと覚える。さあ来たな、さあいいコンボ、いいですね。その怖い怖い、カウンターヒットからのボタンを変えていき、よし参る。うわ来た、さあ必殺技を当てていく。うお、飛び道具飛ばして、あ素晴らしい、おしっかり入るかな、近距離た必殺当てていく。さあいろいろね、あガードブレイク、しっかり丸ボタンを使うとガードできない攻撃が出せるのをしっかり生かしていく。やったあれやったなウェイ、許すまじ、怖い、許すまじ。第2戦、ちなみに、はい、うちも結構このキルラキルサゲームイフ部門、はい、エントリー者かなり多いです。なるほど、あ間違えた、あいいんじゃないですか、いいのかな、当たるんじゃないですか、当たるかな、当たった、よし行きますよ。あ決意表明演説をやります。決意表明演説開始。ええどうしようかな、どうしようかな、どうしよう、で変え通過はさあどれだ、どうだ、さあスキップ機能がついたか、あこれ引き分けですね、引き分けだと決意レベルは上がるが決意表明演説自体は終了となると。まあ、これ難しい話というか、はい、格闘ゲーム的な話をすると、相手がダッシュして突っ込んできた場合は、はい、まあなんだろうな、スティックを左に入れな、上に入れながら、上か下に入れながら、上に入れながら四角ボタンを押すと相手の飛びを飛んでくるのを落とすことができると。これそれですね、これこうやって突っ込んでいくときに、ああもう一回お願いします。いきますよ、こう、あれ違うな、せーの、ここ、あれ違います、ね、もう一回そうそうそう、それをすると相手の上から突っ込んでくる攻撃に対して勝つことができる技が出ると。タイミングがわからない、突っ込んできて、そうですね、そんな感じそんな感じ、多少ちょっと遅くてもしっかり当たるようになってる、勝てるようになってるので、そんな感じ、ほらこんな感じ、勝てます勝てます、そうそうそう、それをできるとかなりこのゲームっぽくなる、格闘ゲーム感が出てくる。あーとガードブレイク、まだ生きてるまだ生きてる、今のはガードブレイクの必殺技です。なるほど、あまたこれを選べる、そうそうそう、この時にそうそう、俺が突っ込んでいくと、こうあれ違う上を入れながら、あれ遅い遅い、もう一回、あれ多分横になっちゃってるかな、あ横になっちゃって、横になっちゃってます、上入れながら、あれもう一回もう一回、そうそうそう、それが出れば成功です。はい、もう一回、あ来た来た来た、いいよいいよいいよ、できた、素晴らしい素晴らしい、あもう一回もう一回戦いの中で成長して、あくそ、あうん、あ遅い、早いよいしょ、練習していく、あ今のは操作になっちゃいましたね、攻撃と攻撃がぶつかり合っちゃうと操作になっちゃ う, で早すぎると、まあ、今みたいに負けちゃうんで、今のは操作、緑のが出るといいってことですね、緑のが出ると相打ちかな、あれそれ決意バーストです、そう食らっててこれやばいなって思ったらとりあえず L1 と R1 を同時押しすれば、はあはあ、相手の連続技から抜けることができるので、まあ、やばいなと思ったら使っていきましょう。なるほど、はい、なんで二刀流流行結構良さそうですね、なんか使いやすいですね、うん、はい、使いやすいんで良さそうですね、うん、早い、そして大人の事情により一旦こちらに戻り、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 こちらに戻っている、あ戻ってる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 、そして大人の事情で、ね、これをこうして、そうして、もう一回じゃあリトライしてみますかね、はい、そうしましょう、はい、そして大人の事情が始まり、はい、戻してもらって大丈夫です、戻った、はい来た、戻ってきた、はい来た、はい来た、
私には届かん。かっこいいですね。そしてかっこいいですね。さてみれ、やってみなくちゃわからねえだろ。あ、私たちは以前より強くなった。喋った喋った。今の竜子なら気流院さつきに勝てるはずだ。行くぞ先決。さあ、じゃあ二刀流対決。はい。じゃあちょっと、マジ寄りでやりますか。マジ寄り、マジ寄りのマジで、マジ寄りのマジ、マジ寄りのマジ来た、マジ寄りのマジ、マジ寄りのマジ、あぶね、ちょっと直撃した。さあしっかりダメージを取っていく。中江さんの二刀流流行、そして遠距離攻撃が届かなくてどうしようと困っている貸し上がり小沢の二刀流さつき。さあそしてこれは相打ち、そうですね、相打ちしますね。さあ入れ違っている。さあしっかり後ろに攻撃判定当てていくよ。中江さんの流行突っ込んでいく。さあこれ決意バーストいいんじゃないでしょうか。体育、体育すげえ体育打ってくる。さあしっかりガードして反撃を狙う貸し上がり小沢しか当たらない。これやばいのでは、やばいのでは、さあ行った、さあ一本取って逃げよう、やるではないか。さあ近づいていく。さあそしてどうする。さあ貯めればリーチの長い飛び道具が出せる。そうですね、相手が近くにないと。さあこれは決意表明演説が当たっていく。さあどうする。ドゥン、控えよ知れ者。さあどうだ、これはどうだ、勝っているのか。あ、これ引き分け、引き分け。しかし決意レベルが上がって近接攻撃のリーチが上がったらしい。やだ、あー、体育しっかり出ている。やった、素晴らしい、天才か。やった、このゲームをやりし者か。あー、黙っちゃい。さあこれは遠距離のさあ当たり、当たった当たったよ。さあこれは二刀流さつきのいいところ出たな。さあこの決意バス当たらない、当たらない。さあ飛び道具のラッシュがつながって、おわ、つながって、おわ、だだ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 だ、様子見、様子見。あー、やだやだやだ、しっかりバックステップからの反撃バッチリ、相手にダメージを与えていく。さっきの忘れちゃった。さあこれさっき上、上、上、上と四角か、上と四角。さあこれで1-1、上と四角、うろちょろ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 。第3戦、さあそしてこれは、あ、しっかりキャンセルしましたね。今僕がこのダッシュを見てから押したつもりだったんですが、さあ決意バースト。さあしかしゲージを決意バーストに回してしまうと、さあ今度は攻撃に回すゲージがなくなるので、いやー苦しいことになりますよ。確かに苦しい、これは苦しい。さあこの飛び道具を重ねて大人げない立ち回り、大人げない立ち回り、危ね。さあしかしここはしっかり遠距離攻撃に切り替えていく長江さんの二刀流流行。相打ちから、いや、近接必殺をヒットさせて、とりあえずひれ伏させていく。そうですね、そのバツバツのダッシュはね、飛び道具に対して、はいはい、一方的に勝てるのでいい技ですよと。細切れになる、この程度の傷など、この程度の傷などからのシュッ、この非常に発声に優れた飛び道具を飛ばして、あ、始まってガーッ、カウンターヒット。ぐるぐる回って、いいですね、いい連打、いい連打、いい連打コンボ。あ、間違えた、キュッ、来たな。あ、決意表明演説開始、やっちまいますよ。え、あ、間違えた、え、どうしようちょっと待って、どうしよう、間違えたらしいから何を押せばいいかわからない。間違えた、どうだ、勝っていく。さあ、月様の必殺近接強化、勝ったのでもう一回続く。もうやだ、もうやだ。さあこれは、さあどれを選ぶ、どうかな、これ引き分け、引き分けか。さあしかし決意レベルマックスじゃん、無理やん、怖い、肉出していく、怖いよ。さあどうする、怖い、来たな、どこにいるの、あれ、さあしかし、さあ中井さんがターン掴んで、いいダメージ、いいダメージあるぞ、あるのか。あ、待って、ちょっと、わーったーっあはっ、ちょっと、なんでね、決意表明演説だと思ったら、うん、ブレイク必殺か、今の。いや、待ち、待ち、だけで勝ったのは中井さんの二刀流流行。やったー、やったー。
これで一心報いたな。決意圧倒してからの一発の技で表明演説をしようとしてますよね。ですよね、ですよね、間違えた、決意表明がそう。いやでも中井さん、はい、これいけますよ。いけますか、いけると思います。家で練習した